党首討論で立憲民主党の枝野幸男代表の質問に答える自民党の案。馬新造首相イコール30日午後、国会、衆院第一委員室、宮崎瑞穂撮影。安倍晋三首相と野党4党首による党首討論が30日、約1年半ぶりに国会で開かれた。立憲民主党の枝野幸男代表は、学校法人、森友学園への国有地売却をめぐり、昭恵首相夫人の責任を追及した。首相は、私や妻に問題の矛先を持っていこうと考えるから本質からそれていくと反論し、応酬を繰り広げた。枝野氏は、平成27年11月に、昭恵夫人付の政府職員が財務省に、国有地の賃料の優遇措置を問い合わせていたことを問題視。森友学園から優遇を受けられないかと打診された昭恵氏が、職員を通じて国有地取り引きにコミットしていると批判し、昭恵氏の国会招致を求めた。これに対し、首相は、問題の本質はそうではない。なぜ国有地が値引きされた、あの価格で引き渡されたのかだと交わした。どう？時に、制度的な問い合わせは、私個人の事務所にしてもらった方が良かったかもしれないとも語った。首相は、国民民主党の玉木雄一郎共同代表との討論で、トランプ米政権が輸入車への追加関税適用を検討していることについて、安全保障上、同盟国の日本に課すのは極めて理解しがたく、受け入れることはできないと強調し、他、すべての貿易は WTO、世界貿易機関と整合性がなければならないとも述べた。党首討論は28年12月を最後に開かれ、内情状況が続き、今国会では初めてとなった。